今日もテクノロジー関連のニュースをシェアしたいと思います通勤・通学・隙間時間の情報収集にご活用ください iPhone を狙う強力なスパイウェアが登場セキュリティ研究者は当初 Android 用に設計された強力な監視アプリが今や iPhone ユーザーをターゲットにしていることを発見したこのスパイアプリはモバイルセキュリティ会社ルックアットの研究者が見つけ出したものその開発者は アップルが発行したエンタープライズ用の証明書を悪用してバイパスし被害者のデバイスに感染させるのだこのアプリはキャリア支援ユーティリティを装っている一旦インストールされるとひそかにユーザーの連絡先リスト音声録音写真ビデオその他デバイス情報さらにはリアルタイムの位置情報までも入手することができる 遠隔操作によってデバイス周囲の会話を聞くことさえできるという誰が標的にされたのかを示すデータはないが研究者によればこのマルウェアを供給していたのはイタリアとトルクメニスタンの携帯電話会社を装う偽サイトだった研究者は以前に発見された Android アプリの開発者との関連を指摘しているそのアプリ研究者はそのアプリは やはりイタリリアアの監視用アプリメーカーカコネクサ社によるもの同社のアプリはイタリアの捜査当局に採用されていることでも知られているそのアンドロイドアプリとはエクソーダスという名で犠牲者となった数百人は自らそのアプリをインストールしたかインストールさせられていたエクソーダスは多様な機能を持ちさらに追加コードを勝手にダウンロードしてスパイ機能を拡張することもできる それによってデバイスのルートアクセスを取得しそのデバイスのほぼ全てのデータにアクセスすることが可能となるつまり電子メールキャリア関連データ w i f i のパスワードその他多くのデータがさらされてしまうこれはセキュリティウィズアウトボーダーズの見解だ以前はね iPhone は安全だというような見解でしたが今後はちょっと注意をする必要がありそうですね